リトル東京は、ロサンゼルスのダウンタウン内にある、アメリカ最大の日本人街の通称である。リル東京、小東京などとも呼ばれている。転じて、日本国外にある、日本人街全般のことを指すこともある。リトル東京の東端、全米日系人博物館そばの外壁には、ロサンゼルスの小東京は、我々の心の故郷ですと書かれた壁画が描かれている。 アラメダストリート強制収容される日系人、ウェラーコートヤオハン19世紀末に数万人の日本人がこの地に移住。この地域は19世紀中期はドイツ系移民が数多く住んでいたためリトルベルリン等とも呼ばれていた。リトル東京の元となったのは日本人漁民だったチャールズカメこと茂田浜幸介という人物が日本食店、カメレストランを開店。 ここから日本人移民がこのエリアに移住してきたと言われる。学校、教会等、当時の日本人の必要とされている、物品等を売っている、店舗等が徐々に増えていった。現在のリトル東京、小東京と呼ばれるようになったのは20年後の1905年頃と言われている。1909年、当時日本人会長だった、海正次郎は、 成果栽培と流通を担う南カルフォルニアバナ、市場株式会社を設立し、この成果流通システムを全米に広げた。ただ、日曜の営業や低賃金女性労働者利用には、社会からの批判もあり、1913年には、カリフォルニア州外国人と地方が施行された。市民権獲得資格のない外国人の土地所有が、制限されていったものの、 20世紀に入り民が急増したことにより、1930年代には3万5000人もの日本人がロサンゼルスに移住、その多くはここに居住していた。なお、リトル東京に隣接するボイルハイツ地区は日系移民やユダヤ系の住居が数多くあり、生活の場はボイルハイツ、職場はリトル東京というのが一般的であった。 1941年12月に日米間で改選されると人種差別を背景にした政令が施行されたために全米の日系人は強制収容され資産も没収されたためにリトル東京に日本人の姿を見ることはなくなり代わりにアフリカ系アメリカ人の姿が目立つようになる数人のアフリカ系アメリカ人ビジネスマンは 商工会議所をこのエリアに設立、名称をリトル東京からブロンズビルに変更。日系人の街からアフリカ系アメリカ人の街に変貌した。戦後、日系人がこのエリアに戻ってくると、土地の値段が上昇。アフリカ系アメリカ人たちは立ちのきを余儀なくされた。第二次世界大戦後の1940年代後半には、リトル東京周辺には、 数多くの日本人、日系人が定住、映画館も、ラブレア東方、富士館、等5県ほどあり、日活、東映、東方、松竹等、日本のメジャー各社が劇場を、運営、こうした、邦画専門館は、日本とアメリカのへっそのおとも言われ、遠い祖国へ思いを馳せる、日系人の憩いの場となった。1960年代には、 寿司カウンターを備えた日本食レストランが誕生、アメリカにおける寿司文化発祥の地ともされる。3世、4世に世代の中心が移り、アメリカ社会に同化し、さらに高学歴かつ裕福な層が増加した、新世代の日系人たちは、地価が高く治安も良く、さらにアメリカトヨタ自動車販売や、ホンダオブアメリカ、 リコーアメリカズコーポレーションなどの多くの日系企業がオフィスを構えるロサンゼルスの南部に位置するオレンジ郡やサウスベイ地区北側に隣接するグレンデール市などに住居を構えるものが増え、それに合わせて日本企業の駐在員もこれらの地域に住居を構えるものが増えた。また日系人向け、日本人向けのレストランや店舗もそれらの地域に移り、 リトル東京地区の日系人口が減少して行った。これらの動きを受けて、1990年代には、歌手毎日や、新日米、クロスロード等の老舗日系新聞メディアが、次々と日系社会から姿を消した上に、送料時間もダウンタウンに移転した。21世紀に入ると、周辺に新居住区計画として、数多くのアパート、 マンション等が乱立していくが、購入者の大半が、韓国系であることが最近分かった。このような、アジア系人口の増加を受け、リトル東京の人口は数年後に4倍になるとも、言われている。韓国や台湾、中国等と違い、日本政府、行政との交流がほとんどないことや、高学歴かつ裕福な層が増加したこともあり、 上記のように現在日系人や駐在員でここに居住する者はあまり見られず、リトル東京には日本人や日系人の数は極めて少ない。韓国系や中国系のビジネスオーナーの姿が目立ち、東南アジア系の客の姿も少なくない。このため、チャイナタウン等のようなロビー活動等が全く行われていない。また、リトル東京を訪れる。 日本人観光客も減少していた。しかしながら、人口増加を受けて2010年代に、スターバックスコーヒーや日本初のラーメンチェーンなど深夜、営業の店舗が多く出店したことなどで、深夜まで多くの客で賑わいを見せるようにもなり、かつてのような閑散とした様子とは、様変わりしつつある。ロサンゼルス通り、アラメダ通り、一番街、三番街、 という四つの大きな通りに囲まれ、リトル東京周辺部だけでなく、ロサンゼルス南部に位置する、トーレンス地区や、ガーデナ地区に住む、日本人や、日系アメリカ人に、日本の娯楽や食事、仕事を提供する場となっている。また、日本人向けの銀行や病院、弁護士事務所なども多い。リトル、東京地区に隣接する、アート地区にはすでに数千人のアーティストが居住しており、 こうした住人も新しいリトル東京の利用者となりつつある。現在はアメリカ人向けの日本的な街に変化しつつある。なお近年、アーツディストリクトのロフトがオシャレであるということで、裕福層の間で人気が高まり家賃が高騰する、ジェントリフィケーション現象が起こっている。無名アーティストが居住することが難しくなっており、実際の芸術家が流出していると言われている。 1999年から新たに始まったロサンゼルス市の LA ルネッサンスプロジェクトは見事にロサンゼルスのダウンタウンを新しい街に作り変えた。ロサンゼルスのダウンタウンはこれにより多くの地域に分かれ、リトル東京はリトル東京ディスクトリクトと呼ばれるようになった。2006年現在このプロジェクトの効果もあって、リトル東京うちに5つのコンドミニアムプロジェクトが 進行しており、一棟が完成、完成前に完売しているコンドミニアムも見られる。こうした動きの中で、地元三大スーパーマーケットもこぞって、リトル東京うちに店舗を、開店、転、100円ストアや日本のアンティークなどを置く店も、できている。また、新しい傾向として、スターバックスコーヒー、クイズノスサンドイッチ、サブウェイサンドイッチ、アメリカンアパレルなど、 日本食以外のチェーン店もの木を並べるようになった。しかしながら、一番街の北側の建物は、歴史的建造物に指定されており、西本願寺ラーフ別院など、市指定の重要文化財や国定史跡に名を連ねる、ものもある。2009年、全米日経博物館の向かい側に、メトロゴールドラインのリトル東京、アーツディストリクト駅が完成した。 ゴールドラインは2019年現在、あずさの ABU、シトラスカレジ駅とダウンタウンのユニオン駅を介して、イーストロサンゼルスのアトランティック駅へ結んでいる。現在、17カ所の駐車場を完備しているが、人口の急激な増加には対応しきれておらず、これを理由に、リトル東京に足が遠のいているのも実情である。ロサンゼルス市は、人口の流入が、 治安維持のキーポイントとなるとして、リトル東京内に交番を配置し、リトル東京防犯協会が地区内を巡回し、より安全な街づくりを手掛けている。なお、南隣のスキッドローは、非常に治安が悪い地域である。高野山新言州米国別院現在、リトル東京には、約70のレストラン飲食店が営業している。 以下の観光物はすべてリトル東京で入手可能。ありがとうございます。